ばんは。AKB48 チーム B の富山県出身ハルピョンこと橋本アルナです。今日は前にマネージャーさんがくださったリンゴジュースを飲みます。振ってないので振ります。いや、オロナミンCと迷ったんですけど、こっちにした。めっちゃ眠い。外します。お疲れ。2日間。マジで疲れた。楽しい疲れだったんです。なって感じなんですけど、本当に疲れた。早起きが苦手なもんで、どうしてもそう。マックミックさん、イバジュンさん、ヒロッチさん、ハートありがとう。早く起きるのが苦手なので、なんかそれかな、眠いって感じ。もう眠いよって気持ち。ちょっと爪をね、なんかちょっとずつもみて割れてきたの、長すぎて。あ、ネイル落としました。そうだから爪を切ります。疲れた。おにこさん、アナグマさん、トラック野郎さん、イバジュンさん、ハートありがとうございます。疲れてるよ、もう。コロポックルさん、直吉さん、ハートありがとう。いやでもね、明日は一応オフの予定だから。あ、どっか行った。最悪。どっか行くから、こういうのってお風呂上がりとかに切った方がいいんですよね、大体。本当は爪が柔らかい時に、本当はね。でももう今切りたくてしょうがなくて切っちゃう。髪型かわいい。これかわいくないよ。これかわいくないよ、全然。ボサボサボサコちゃんだよ。で、昨日のロケが結構意外と体に来てる。
怪我したとかじゃないんですよ。そういうことじゃないんですけど、そう、まあ、まだ何をしたかは言わないんですけど、結構体にきてる。でもやってる時はめっちゃ楽しかったの。そうだから全然大変だなとか嫌だなとかじゃないんで、あれなんですけど、日頃のね、体作りの作れてなさ。やばい、中指がもげた。ちょっと1週間ぐらいマジで休み欲しい。いやダメ、そんなこと言ってらんないんですよ。働け橋本。押す。新公演もね始まるし、まあいつかからはレッスンがきっと始まるんでしょうってことで、それも頑張って覚えなきゃいけないし、まだ何も知らないけど。コンサート疲れてロケ疲れ。いや本当はね今日はのんびりの予定だったんだけど、1ヶ月ぐらい前までありがたいことにお仕事入れていただいて楽しかったから OK。最近聞いたよね、見てありがとうございます。いつか一緒に TVer で見ようね、みんな。ネイル赤にしてたからすごいなんか爪の色素、爪が赤色の色素。
しいね。34連勤やば、鬼やん。でもまあ言うたらうちらも結局武道館の時に休みみたいな感じの日はあったけど、なんだかんだ自主練したりとかあるし、しかもそんなうちショールーム合わせたら何連勤だと思って、そうだそうだ、1600。コロナの時はちょっとできなかったけど、だからお互い頑張ってると思って頑張ろう。多分私のそのさ配信のさ12配信の34連勤とあなたの30、浩平さん、浩平くんの34、浩平くんだって初めて言ったわ、浩平さんの34連勤は違うんだと思うけど、浩平さんなんて言ったことないしね、係長頑張ろう、お互い。美味しいどら焼き、もう一個あるどら焼き食べようかな、食べちゃえ。だって明日には腐っちゃうかもしれないんだから食べちゃえ。めっちゃ迷う。何を迷ってるって。今夜湯船に浸かるか、それとも
いつも通りシャワーか。いや、使った方がいいのは分かるんですけど、もう寝たい。迷ってる。どれ焼きうまい。まあ明日何もないんで別に。迷っても、明日で武道館の疲れなんて取れるわけないじゃないか。5年ぐらいかかる。でもその間に別の疲れがやってくる。またこれは寝て回復ですね、私は。でも寝すぎると疲れるんですよね、逆に。やだやだ。むず。大西さんは今日一日ピグミンをやってたらしいようだ。今日は一日朝早く起きて朝から頑張って働いてました。偉いぞ橋本。からご褒美にリンゴジュース。うまい。今日だから一日長かったからさ、髪の毛スプレーたくさんつけていただいたんですよ。そしたら髪の毛バキバキ今。リンゴジュース、うまし。だいたいこういう時にスタッフさんかどうかをまず確認する。直吉さん、ピエロ、ありがとう。スタッフさんじゃなかったらまあいいな。
ってなる。後で返そうって。ハルピョンおすすめのスプレーの落とし方。基本的にはまず櫛でちゃんと解くことと、しっかりまずお湯で落とす、ちゃんと一回お湯で全体をちゃんと洗浄する。あとはなんだっけ、先にコンディショナーからやる。一回コンディショナーしてシャンプーして、またコンディショナートリートメントをやるとスプレーとかは大体落ちます。シャンプーをケチらないことですかね。男用のスプレー強すぎる。え、じゃあレディース使えばいいって。レディースっていうのか分かんない。ケープとか使えばよくない。メンズってハードみたいなあれですよね。マジで疲れてそうなんだけど、メイク漏れてる。え、嬉しい、ありがとう。疲れてる方がメイク漏れんのかも。でも今日はね、こっち側のまつげ束感めっちゃうまくいったの。ちょっとちゃんと見てよ。束感っていうか、束感じゃないけど、なんかすごい束してますっていう束感っていうよりも、なんて言うんだろう、割と多めの束を、多め細めの束をいっぱい作ったって感じ。そう、かわいいでしょ。眠たい。あ、そうだ、今から、あ、でも明日でいいや、それは。あれをしようとしたの。 iPad の中にあるフリー V を全部消す配信をしようとしたけど、明日でいいや。まだ消してない。なんかこの間消そうと思ったけど、配信で消したらおもろくねと思って消すのやめた。え、てかやばい、ピョンムービー1ヶ月更新してない。まただやばい。どうしよう。消す配信斬新いいでしょ。消してこうぜ。
コウキさんと、どうか言っちゃった、ディスクさんハートありがとう、ロロさんハートありがとう。もう眠いや、寝ようかな。でもお風呂、でもどっちにしろメイクは確実に落とさなきゃいけないじゃないですか。そう、それはそう。だからお風呂には入るんですよ、絶対にね。だからそれを湯船にまず浸かるかっていう感じ。いや多分今配信やめてもお風呂まだ行かない、 YouTube 見始める。うん、そう最低。よくない。で配信してくれてもいいんですよ。いいの？の即番されるからやめよう。あ、待って、目の中に入った。確かにテレビでさ、お風呂にはさ、お風呂に入るのはさ、入ってくださいって言われるのにさ、なんで配信はダメなんだろう。いや別にお風呂配信したいわけじゃないですよ、全くしたくないですけど、でもできたら楽ですよね。生放送だから、なるほどね、そういうことか。いや、やんないけど、やんないけどって話ですよ。アーニャパパさん、コウモリありがとう、ぐんぐんぐちぐぐちぐぴさんハートありがとう、アーニャパパさん、サクタロさん、レバニラ炒めみたいな名前の人さん、ハートありがとう。それでスクショさせて拡散されたら大変だ、気持ち悪い、そんなことする人一人もいないって。レバだって難かった、レバニラ炒めみたいな。キャパさん、アーニャパパさん、お菓子ありがとう、コウキさん、マー君さんハートありがとう、オーテックさん、谷さんハートありがとう。え、それね、橋本春の写真館たまに調べたら
めっちゃみんながもうツイートしてくれててさ、嬉しい。また時間あるときに、はい、この端末にみんなの写真保存してるんで、また保存します。別に無理に探さなくてもいいんですよ。これから先の話です。これから先って話、ごめんね、こんななんかむずい、むずいじゃないや、私がこんなマジ眠そうな配信でごめん、本当にごめん。あ、やばい、スタッフさんだ。あ、また今年もやるのね、どうしようかな。眠そうにしてる顔がゆいゆいに見えましたってことは、アルピョン、ん、むずい、待って、ゆいは眠そうのハルピョンってこと？それはやばい。いや、眠そうのハルピョンの顔が国民的アイドルグループのセンターだったらもうやばいでしょ。そんなわけない、超可愛いんだから。そんなわけないじゃないか。何を言っているな君は。おいおい、何を言っているな。ルピオンテンションはいつもこんな感じですよ。上がってもないし下がってもない、好きなようにやってます。ねむねむでもおもろい、ありがとう。マジでいつでも寝れるんだけどさ、まだお風呂に入りたい気持ちにはなってないんだよね。シャワーだとしても、そう、ほろ酔いっぽい、違います。さっきまで真面目に仕事してました。ほろ酔いではありません、本当に眠い。でもほろ酔いぐらいのなんていうの、眠さ目のこの感じはわかる。ハルピョンは酔っ払うとどうなるんでしょう。楽しいです。どうなるんでしょう。でもまだそんななんか羽目を外したことがないのでわかんないです。マジで偉いと思う自分。え、違う、お風呂は入りたいの。あ、これ頭これだから、そう、メイク落としたいし、ね、やばい、一生マジトリックなんだけど、うちのサプライズレバーさん、トリックありがとう。
それほんまに眠い。でも違うの、お風呂に入りたくないの。まだ何喧嘩する。まだお風呂に入りたい気持ちじゃないの。寝ようかな。とりあえずメイク落とそうかな。ピョンズとの言い合いなんて日常茶飯事。配信で。そうだよ。大丈夫。ご新規さんには優しい。ハルピョン、そう、ねえ、めっちゃ迷う。お風呂、お風呂呼ぶね。でももう寝れるな。え、待って、時計壊れてる。かもしれない。ちょっともうちょっとしてからもう一回見るね。秒針とかは動いてるんで、そう。今11時なの。そう。でもわかんない。12分しか違わない。だからただただ11時でずっと止まってるのか、わからない。普通に。いや、動いてんな。なんで12分？どうした？12分なんかあったみたい。ラピュー、みんなの12分前を生きてる。何喋ってるかな今。まあどうせ眠いって言ってるか。7時12分の初恋は
とかにも入らなかったよね。直吉さんハートありがとう。お酒飲んでるみたい。飲んでません。これ言ってほしいだけでしょ。どうせどうせあなたこれ言ってほしいだけじゃん。でもマジでこの視界のぼやけ方はお酒飲んでる時と一緒だから、ちょっと寝よう。お風呂まずとりあえずメイク落とそう。わかる。リンゴジュース飲み終わる。ショートスリーパーじゃないのよ。だからこんなに寝るの大変、苦労してんの。寝れてなくて苦労してんの。まずマイスカラを落としていきます。今日の仕事がどんどん押していって終わりますかって思ってた。本当は2時間押し。今日のお仕事やば。これくらい食べてもいいのかもね。残業足りてないもん。こちらマネージャーさんとかって残業足りてんのかな。どうなんだろう。まあ、時給制で働いてないからか。あ、でも残業代とか言ってたわ、スタッフさん。だから出るんだ。言ってた。なんかそんな話聞いた覚えある。
マネージャーさん同士の会話でね、マスカラだと思う、今落としてる。あとそのマスカラリムーバー目に入ってめっちゃ痛い。残業代は通常の 1.5 倍出る。え、そうなの？やばくない？え、じゃあ毎日残業、もう毎日めっちゃ遅くしてさ、残業してくんだけど私。それは怒られんのかな？帰らないよ。ずっと残業するよ。残業しすぎたら早く帰れと怒られる。でもだってそんだけ仕事が多いんですよって、終わらないんですって言えばいいじゃん。うん、口内炎治ったほぼ。でも別のとこにできた。残業が多いと能力が低いって判断される。うわ、それはやだ。昇進できない、給料上がんない、それはやだね。哲也さん、ハートありがとう。今日のハルピョンめっちゃ大人っぽく見える。え、目充血してるからじゃない？理由めっちゃおもろい。今これが入ったの、アイメイクリムーバー、マスカラリムーバーが入ったの。そう、全然原因は分かってるから大丈夫。すごい、まだまだ残ってます。今日蚊に刺された。
めっちゃ痒かったけどマネージャーさんがポケムヒ持ってくださってたので、もう今は痒くない全然。最初はめっちゃ痒かったです、刺された時は。でも今年カメムシやばいんでしょ。お友達が一生カメムシと戦ってるって言ってた。戦ってるっていうか、そうカメムシがやばいみたいな。そうもう窓とかにめっちゃついててやばいみたいな言ってた。そう、どうする？カメムシ。私の友達の友達、うん、遠いですねはすごいのがカメムシ、なんか寝てたんですよ。で朝起きたら、朝起きたらとか、まあ、普通にめっちゃ目じゃない耳が痛くなって起きたらしいんですね。痛いなと思って、そしたらマジで痛くてみたいな、もう無理みたいな、どうしたらいいのみたいなくらい痛くて、でまあそりゃ耳鼻科に行くじゃないですか、耳が痛いんだもん、そりゃね。で、あ、なんか入ってますねってなったらしくて、これですねって出したらカメムシだったらしい。やば、気持ち悪。お風呂どうしよう、だってここから、ま、こんな絡まってる、なんでこんな絡まってる。え、マジですよ、私じゃないよ、うちの友達の友達と。でその友達が友達の話なんだけどって話してた話だから、そう友達の友達に聞いたっていうより、友達がその友達の友達が話してたやつを私に教えてくれたやつを今私がショールームで配信でみんなに言ってるだけ。やば、なんか髪の毛マジ今日やばい、なんでこんなバキバキなんだろう、すごいかわいそう、痛んだ。ちょっと今日は大量スプレーの日だったのかな。まあ、とりあえずカメムシ耳に入るから気をつけてねって話。音やばいよね、だって見てめっちゃ絡まってんだもん。めっちゃ抜けるし、
でこんな朝、今日どうしたの？すごいチリチリ。え、マジスチールウールぐらいチリチリ。ほんとやばい。なんで？今日ほんとにスプレーの問題じゃなさそう、普通に。スプレーだけの問題じゃなさそう、これは。スプレーだけなのかな。でも絡まってるもんな。どうしたんだろう、ハルト。栄養不足。髪の毛って何？栄養、ひじき。寝不足は絶対ある。いや、強力ケープ、黒ケープではなかったと思う。普通の別のワックス剤な気がするな。よし。どうしよう、ちょっと待って、今迷ってんの。湯船に浸かるか。いや、まあいっかな、別に。迷う。あ、いてててて。熱めのお湯。めんどくさかったらシャワーでいい。でもなんか湯船にの入りたい気分なの。そう。でも湯船をためるまで何十分。お風呂入って何十分、ドライヤー乾かして何十分って考えたら何時間かかんだよって感じ。てか本当に目に入った、痛い、かわいそう自分。シャワーだな。お湯ためてる間に寝ちゃいそう。23歳なのにカビ写真ツインにしたんですか？はい、ツインにしました。別に問題はないと思います。年齢か別にどうでもよくない。こういう日はスーパー銭湯とかおすすめ。え、今もやってます？スーパー銭湯この時間。24時間ジム。待って、今私はお風呂を探している。湯船の話をしているのに私なぜかジム勧められた。
25時まで。へえ、そうなんだ。行かないから分かんない。スーパー銭湯って何？まず。朝風呂はねちょっと嫌かもしれない。今日は入りたいかも。髪がちょっと無理だよって言ってる。今日は入ろうぜって言ってる。ちょっと大きめなご飯食べられたりする銭湯、例えばどこだろう。満天の湯とか。温泉の名前言ってもわかんのみんな。スーパー銭湯、みんな大江戸温泉って言ってる。知らないところだ。あ、寝れるわ。お風呂寝れちゃう。ダメだ。いや、お風呂入りたい。え、もう本当に寝れちゃう、このまま。私今お風呂、シャワーなあ。お風呂入った方が、シャワー早く浴びて。だからもう行きたくないの今でも。ハルピョン何？マジスカの渋谷に似てると思う。来いよお前だ。ね、貯めてあげたい。貯めてほしい。今日は寝て朝入れば、なんかそうなんだけどね。さっぱりしたい。でもさっぱり、うん、迷う。
顔だけ。確かに。めっちゃ迷ってる今。いやでもドライヤーが、でも入りたい、このこの髪の毛。そう、とりあえず6000盛り上がりいったら配信終わります。そっから考えるわ。もうちょっと、明日の朝余裕なら、明日早いなら今入った方がいい。あ、全然明日の朝余裕なら最後の力振り絞ってお風呂に浸かって髪をケアするのもあり。マー君さん、ヨシさん、ハートありがとう。ヤッチンさん、ハートありがとう。いやでももう眠いんだよね、正直。うん、もうでもとりあえず配信は終わろうと思って。ダメだ、眠すぎる。あと前髪こんなんだし、もう今日シャワー浴びて眠気吹っ飛ぶのが一番嫌なんですよね、うん、サローさん、ハートありがとう。とりあえず今日のピョンムービーをツイッターにあげます。その間に6000、あ、ぴったり、すごね、6000ぴったりなんだけど、逆にやばない？よし、ピョンムービー乗っけました。ちょっと配信をじゃあバイバイして、とりあえず一旦歯磨いて顔を洗って考える、全部考える。多分今ね、すぐ
寝るぞってなったらマジで秒で寝れるんです。だから考えて決めます。ということでランキングいきます。歯だけはちゃんと磨く、わかった、磨く大事。あ、眠たい。よし、ランキングいきます。目覚めない、全然、むしろ毎日もっと眠くなっていく。おかしい。1位直吉さん、2位鉄道ナイトさん、あ、やばい、携帯の充電なくなった。3位トラックヤロアットゴリさん、4位スーさん、5位サプライズレバーさん、6位エイダッシュアットピョンドさん、7位コウキアット湯船A さん、8位サクタロさん、9位テツヤアットハルピョン大好きさん、ありがとう。10位マックミックさん、11位ミバジュンさん、12位トモユキさん、13位クジノタンゴさん、ありがとうございます。ありがとう、みんなすごいタイミング。何の話だ、あ、携帯の充電でしょ、びっくりした。ということで今日も皆さんお疲れじゃん、またね、おやすみ。湯船はちょっと考える、でも結構今日タッチ入らなさそう、うん、湯船はいいやってなりそう。眠くて寝れる時に寝るのが一番だと思うので、そうします。ということでありがとうございました。みゅうし、よし寝よう。おやすみ。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットチャンプで6135人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身アルピアンコ田島太郎奈でした。ありがとう、みんなおやすみなさい、またね。みんなもいっぱい寝てください、寝れる日に。おやすみ、バイバーイ。